はい、えー、どうも吉谷です。えー、今回ですね、えー、ドリア化星限定になります。ドリア化星限定ですね。はい、えー、この度はですね2018年、2018年8月からですね、えー、ドリア化星限定なんですけど、ドリア化の SSVIP っていうのを作りました。はい SSVIP ですね、はい。これの詳細に関しては、塾のポータルサイトの方に、えー、もう、 えー、記載してますので詳しい詳細は、えー、ポータルサイトにアクセスして確認ください、えー、ポータルサイトの方はですね紹介プログラムの方ですね、はい、紹介プログラムの方に、えー、新しくニューみたいな感じで書いてますの、ね、で詳細の方はそちらをご確認くださいでここからなんですけれどもまあ通常 SSVIP まあアフリエイトっていうのはまあ何か実績がないとまあ昇格しないじゃないですかで今回なんですけど あし明日,、まあ、日付回っちゃって今日から案内しようかなと思ってるんですけど、まあ、ドリアか値上げします、はい、で最後、値上げする前の最後のセールスをちょっとするんですけれどもこの,この期間ですよこの期間にお客様の声としてご協力いただいた方は、はい、無条件で SSVIP に昇格させていただきたいと思います。無条件で はい、本当は条件があります SSVIP まで行くのに条件はあるんですけど今回お客さんの声を、えー、くれた方には熟成さんには、えー、無条件でいきなり SSVIP になります。はい、でお客さんの声として何が欲しいかっていうと動画ですね。うん 動画の方をくださいで。顔出しできる人は顔出しの動画、YouTube の限定公開ですね。YouTube の限定公開の方で顔出しできる人は顔出しして送っていただくのと、顔出しできない方はですね画面キャプチャーでも大丈夫ですので、それちらで動画の方をください。限定公開で僕の方にメッセージください。まあ、LINE かメールアドレスですね。まあ、メールアドレスに関しては、まあ、のせ塾の ポタルサイトに載せていますので、そこのページにも。まあ、そこのメールアドレスか LINE の方にメッセージください。あのお客さんの声ですということで。で、期限があります。期限が、えー、期限が、ちょっとお待ちくださいね。期限が、えー、7月の2、どうしようかな。 1>, 1週間あればいいと思うんで、28までにしましょうか。はい。1週間あればいい大丈夫ですよね。はい。えっ、ー、と、7月の28日まで。で、それ以降はちょっと受け付けられなくなるので、7月28日まで、まあ、1週間あればまあ動画を撮れると思いますので、まあ撮れる方はですね、はい、1週間の期間を設けさせていただきますので、その期間内に、えー、ご連絡ください、えー。動画の方を作って、えー、限定公開のリンクを送ってください。で、 動画の中で、えー、いあの僕があのお客さんの声で、えー、欲しいところがドリアカーは他のところと何が違う、まあ、まあドリアカーが初めてだったらしょうがないんですけども、まあ、大体何かかじってる方多いと思うんですね。うん、でもしかじってたらドリアカーは他の塾とスクールと何が違ったのかとか。 あと講義の内容どんなところがいいのかとかまあドリアカーに入ってみてのいいところの感想とあとは結果ですね実際こういう結果出ましたとうんこういう結果出ましたっていうだからドリアカー入ってよかったなと思うこととじゃあ結果どれぐらい出たのかっていうのをくださいで結果に関してはできれば見栄えがいい方がありがたいですねはいただあのなんだろうなうんいくらでも大丈夫ですはいいくらでも大丈夫です ただトータルで、えー、ドリアカーに入って収益上がった金額もその動画の中でどれぐらい上がったのかっていうところを、えー、言っていただけると助かりますはいんな感じかなはいそうそう,そ,うそんな感じですねあとな何かあるかなああとちょっとまた別動画で撮るかもしれないんですけれどもあとドリアカーの講義ですねこの前 えー、まだすいません追加してないんですけどもう講義の方もらってますで、えー、とこの前宮崎くんっていう元弟子の子との家に泊まりに行ったんですけど、まあ、宮崎くんがもしよかったらドリアカにこの講義使ってくださいっていうことで講義もらいましたはいなんでその講義の内容というのは何かっていうと LINE アットの DRM ですね、Line、を活用しててどうやって あの商品販売してるのかっていうその具体的な話っていうのをしてくれてる動画をもらいましたのでプラス僕も直接彼といろいろ対談動画も撮ったんですけど動画対談動画回ってない時もいろいろ聞いてたんでそれを僕の中でフィルターでまあ全部まとめてで僕の講義プラスその宮崎君の講義っていうのもねえ追加え近日追加させていただきますのでそれねかなりいいと思いますね。速攻で収益上がると思います まあ僕も,、まあ僕もね、あの弟子に教えてたことなんですけど、まあ、素直に、まあ、当時はラインアットあんま主流じゃなかったんで弟子5年前ってそんなにラインアットあったけど主流じゃなかったかなラインアットはあったかな、まあ、あったか出てきたかぐらいなんですねなので弟子の時はその、まあ、メルマガだったんですけれども教えてたのはただ、えー、ここ数2年3年でラインアットが主流になってきて彼はラインアットを使って、えー、DRM ですね それを用いて先月は650万ですかね、はい、トータルで今3000万4000万かなまあ3000から4000の間を上げてます8ヶ月ぐらいででそれどうやって3000万と四4000万上げてるのかっていうところをあの宮崎くんの,の動画プラスアルファ僕の講義の方で詳しく解説しますのでそちらに追加したらですねご案内させていただきます実はですね僕も あひそかに準備しているドリームアカデミアアドバンスっていうのがあるんですけどそれがね宮崎くんのやり方と、まあ、似てるなっていうところはあるんですけどねうんはい、まあ、そんな感じですだからまあ講義の方はまたちょっともう少しお時間いただきますけれども追加したら、えー、ご案内させていただきますあとバイナリーオプションですねバイナリーオプションの中村さんとこの前東京行った時に会えなかったんで、えー 8月の末ぐらいには北海道今度行ってくるんですけど北海道行ってきてでその後2週間か3週間東京いるんでその時に中村さんとお会いしてでどうなってますかっていうのを聞いてで出来上がってるようだったらもらいますんで、はい、もうバイナリーオプション、まあ、ちょっとね中村さんも忙しい部分もありますんで、まあ、熟成さんの方から「バイナリーいつですか?」っていう言われてるんですけど結構ね あの遅れて申し訳ないです。はい。ただね、あの本当にあの無料で。あの提供して作っていただいているものなので。あの、まあ、そこはちょっと。うん。なんだろう。多めに見ていただけると嬉しいかなと。本当いう、あの融資というかね、まあ、ドリア化の。講師陣ももう十人ぐらいになりましたけど、全部無料で提供してもらってるんですね。あの、ぜひよかったら使ってくださいということで。 本当にもうボランティアっていう言葉が合うのかどうかわからないですけれども、まあ、その僕の活動に対して共感してもらった人が本当にその無料でね使ってくださいっていうことで今集まってきてますんで、まあ、これからもですね僕の活動っていうのはこれからもずっと続けていくのでおそ、えー、らくどん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 新しい講師陣からの講義提供っていうのはあると思いますなのでまあドリアカはこれからですね日本一の塾にしていきますので、うん、あとね そうまあ、この動画で言っちゃおうかなあの僕決めたことがあって決めたことがありましてあの、まあ、一つね僕破っちゃったんですよ何が破ったかっていうとドリアカ販売する時販売してた時に絶対値上げはしませんみたいなことを言ってたんですよで今回値上げするんですねでその値上げする理由としてはその、まあ、弟子の子があので元弟子の子がですよ元弟子で僕が教えてて その教えててたことをやってるわけなんですよラインアットで,でそれで50万で売ってるわけですよ、うん、でなんか隣で「決まりました決まりました」みたいな <laughs> ねなんか俺こんなに結構頑張ってるのになみたいな <laughs> 結構ね結構努力役頑張ってるとは僕思うんですけどまだ足りないかなのかかんないですけどまあ、頑張ります。 ただその弟子の子がそれぐらいの価格で売ってるので、まあ、僕も価格上げ,て上げた方がいいなと思って、うんまあ、少なくても僕は10年以上の経験とそのプロセス、えー、10億ぐらい売り上げ作ってきたそのプロセスを全部入れてるのであとは講師陣もありえないほどの無料でこう、ね、集まってきてますから、まあ、価値に関しては相当な価値は僕はあると思います、うん、なんでまあ値上げします。 だけど、まあ、嘘ついちゃった部分があるんで、これは、その、まあ、大改案じゃないんですけど、あの、ライブ放送ですね。ライブ放送、僕、毎日今、やってますよね。で、毎日やってても4年ぐらいやってるんですけど、でも、1 0 0今日の放送で、今日の放送で、1500、1500何回だな。1522回ですね。えー、金曜日の放送で。 であのこれ40歳まで毎日やりますとは言って3,000回まで3,000回まで毎日やりますみたいに言ってたんですけれどもこれまあ今回、ね、値段を上げるっていうね値段上げませんって言ってたので値段上げるってことに言っちゃったので大歓迎としてこれは <laughs> 僕ねあのタモリさんを超えますタモリさんがちょっといいですか今調べてギネス載ってるんですけどタモリギネスいいともが 何回なんだなとりあえず「いいとも」を超えるまでやります毎日8054回ですねなんでタモリさん超えますだからもう40歳以降も毎日やります、はい、とにかくタモリさん超えるまで、えー、やります8054回ですかねこれはギネスに載ってますけれどもまあまあこれ、まあ、タモリさんの場合は「いいとも」に関しては土日休みだと思うんでまあ毎日やれば抜けるかなとだからまあ ね、あのもしちょっと計算してないんで申し訳ないですけど今,今あの計算してないんで申し訳ないですけど多分まあ六十まあドリアから60までやるって言ってるんですよ。ねこれはまあ60っていうのは一応節目で決めてるんですけど仮に60までこれ今1500回やってますけど毎日やったらまあまあいくんじゃないかなっていう、うん、もしタモリさん超えてないんだったらもっとやりますけど60歳以降も、うん、だからもうタモリさん超えをします。 でそこまでやればどうすかねって話ででそこまでもあの今日もなんか LINE でメッセージいただいたんですけど本当に毎日やってるんですねっていう1,500回やって僕もちょっと悔しかったなっていうのはそのメッセージもらってちょっと悔しいなって思ったのが、まあ、1,500回もやってて本当に毎日やってるんですねっていうふうに言われるのっていうのはちょっとうん,なんうんみたいな感じになったわけですよ。で あとはまあ僕がやってる活動っていうのがまあ周りからね認め,認められづらいじゃないですかうさんくさいし怪しいしでもですよ多分おそらく8,000回ぐらい毎日やって毎日ですよやれば多分まあ何かしら起こるんじゃないな何か起こるんじゃないかなとで日本一の僕の日本一の塾にもしたいですから、まあ、それだけやり,やりきったらまあ何か見えないものが ありえないことが起こるんじゃないかなっていうのがあるので、まあ、ここでちょっとコミットメントさせてください。はい、タモリさんのギネス記録を抜きます。で、ずっと毎日やります。40歳以降も毎日やります。まあしんどいですよ。だからまああの、ね、毎日やってるんですけど質問あんまないんで、今日も最初ねあの無言あんま喋質問がなかったんで全然喋ってなかったんですけど。 まあそれでもあの放送は続けてますしまあこれからもタモリさんの記録を超えるために毎日やります毎日ずっとですはい。だ多分そこまでやったらねそこまでまずやる塾なくないですか多分ないってか僕を超えられる人がいないだろうし、ね、だた多分タモリさんの記録も超える人は今後出てこないと思うんですよね ま,あ,それまで、まあ、あれはテレビ番組なんでそのテレビ番組が何十年も続くっていうのはね異例でもあるわけですけれども、うん、だからまあそこをちょっと腹くくりました、はい、今回値上げしますんで腹くくって、えー、やります僕ももう命かけてやりますんで、うんまあ、本当にですね、まあ、あの僕は全員救えないと思ってるんですよあのいろいろ見てきて。 やっぱやるかやるかやらないかを決めるのは熟成さんなんでうんまあドリームアカデミアのコンセプトも「夢は逃げない逃げるのはいつも自分だ」っていうのは掲げてるんですけど逃げ,てしに逃げちゃったらね僕はだけどやる気があってやる気があって逃げなければ僕も逃げないんでそのサポートの環境も毎日一応用意してるし、う。ん あと講義の方もずっと60歳までアップデートするしこれで稼げない環境ではないと思うんですよ。こんだけやって稼げなないい環境ではないと思うんですよあとは塾生さんが「吉谷さんこんだけやってるから僕もやらないといけないな」っていうところで感化してもらってまあ、ちょっと火つけてもらって動いてもらってやって結果出るようになればねっ。たであの結果報告とかもらってますけれどもいっぱいいろんな結果報告もらえればあ,あ ななんんかそれも刺激になると思うんですねで僕自身も最前線で現場で最前線でずっとやり続けますんで何だろうな本当に夢を叶えてほしいなと。僕が何でここまでやるかっていうと、まあ、いろんな理由があるんですけど大きな理由はみんなにやっぱ結果出してもらいたいと思ってますし僕自身があの まあ正直勉強してこなかったんで、まあ、ね偉そうにそのドリームアカデミアの講義とかねこうやってますけど漢字も書けないじゃないですか僕。うん、で漢字が書けないスタイルでずっといきますけれども、まあ、バカなわけですよ勉強してない。でもこんな僕でもあの今じ、ね、自由な生活を手に入れることができたのであのインターネットってあのうさんくさいと思うんですよインターネットビジネスって他の人から見たら「お前何怪しいことやってんの?」とか。でもちゃんとやれば うん、そんなことはだからあの僕がやってるスタイルを真似していただいてる塾生さんとかね、まあ、一人一人にその動画メッセージを送ったりとか僕のやってることを真似してもらってねやってる方とかはもう本当にね売り上げバンバン上がってますし、うん、だから僕が本当に「ドリームアカデミア」で教えてることだったりとか僕の今現行でやってるスタイルっていうのをまあ 表面上ではなくて本質的なところをしっかりと汲み取っていただいて真似して前進すれば絶対ねま結果が出ないってことは考えられないですよ僕はだからあの僕がねあのやっぱずっとね前の会社で社長までになりましたけどずっとやっぱ現場いたんで現場が一番僕は大切だなと思うんですよね、うん まあネットビジネスの人たちってまあ僕もいろんな人を見てきてますけれどもやっぱ稼げるようになってお金稼げるようになって大きなお金持つと組織化してで下の子に振っていくっていうのが当たり前なんですよねまあ大体そんなもんでで現場からどん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 離れるわけですよ、うん、でで上から下にやれっていうこれしか言わないですね結果出せと売り上げ上げてこいとしか言わないんですよねうん だ僕はそういうのだからね会社で働いてる方も上司からねやれやれとか言われると思うんですよ会社からやれとかでもその口だけだとムカつきません口だけだとムカつきますよねなんだあいつやってねえじゃねえか仕事みたいななんで仕事やってないやつに言われないといけないのってムカつくじゃないですかで僕はそれを10年体験してきてる部分もあるんですごくわかるわけですよだから僕自身が熟成さんより圧倒的に行動してやってればね やってる人から言われればまあ説得力はあると思うんですよ。例えば仮に8000回ねタモリさんの記録ね僕が死なずにもうやるって決めましたからタモリさんの記録を超えた時にはですね多分本当に何かあると思いますね。うん、だそれぐらいずっと毎日やりますんでくたばるまで、うん、だからまあ,あ結果出してほしいなとまあ、ちょっと話ずれてますけど。うん まあドリームアカデミア開校してから1年半ぐらいですかねまだ,1まだ1年半かとなんかドリームアカデミア開校してから1年半なんだっていうなんかもうめちゃめちゃあるんでいろんな人がね1年半足らずでいろんな人の講義が提供していただいたのでなんかめちゃめちゃ濃い1年半だったなとは思いますけど、まあ、これからもですね、まあ、僕はドリームアカデミアにあの注力を注ぎますのでもちろんね あの僕はフロント商品とかまあドリームアカデミアでも教えてますけれどもフロント商品僕自身もフロント商品は売ってきますよこれからもねだけどドリームアカデミアもちゃんと講義の方は提供したりとかね新しいものを追加してきますんでう,ん、そうだからまあ頑張っていきましょうはいということで、えー、一応話はちょっと脱線しちゃったんですけれども、えー、お客様の声ですねお客様の声をお7月の 28日、えー、期日期とさせていただきます、えー、ここまで、えー、これ1週間あるんで、えー、動画の方を送っていただいた方には、えー、無条件で SSVIP にさせていただきます、はい。今回だけですよ。今回だけなんですけども、今回だけこの、この期間に協力していただいた方ですね、申し訳ないんですけど、以前とかもね、協力していただいている方いらっしゃるんですけれども、まあ、あの分かりやすくしたいんで、ね、あの今回の、 キャンンペーンにご協力いただちょっと以前もねご協力いただいた方もいらっしゃるんですけどありがとうございます。まあ今回はですねちょっとそういうルールに勝手にさせていただきます。はい、ということで、えーまあ、ちょっと話長くなっちゃったんですけれどもお知らせ動画とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。